こんばんは、ハムオです。この動画を作ってから投稿するまでちょっと時間が空いちゃったので、時期間ずれちゃってるんですけど、先週の金曜ぐらいかな、ササクレ UK さんのポケミクの追加楽曲、アフターエポックスが、公開されたかなと思うんですけど、皆さん聞きましたでしょうか？まあ、多分この動画を見ていただいている方のほとんどは、ポケモンに興味があって見ていただいているかなと思うので、まあ、聞いた方も多いかなと思うんですけど、めちゃめちゃ良かったので、もしまだ聞いてないよって方がいたら、ぜひ聞いてほしいなと思います。結構わかりやすく、ポケモンの、鳴き声だったりとか、SE とか、BGM とか入ってたりするので、まあ、個人的にはすごい良かったですね。はい、というところはまあどうでもいいんですけど、先週まで炎ウィークというところで、良さげな炎ポケモン皆様捕まえることできましたでしょうか？僕はなんとか木の実 S 持ってる日の嵐を捕まえることができたので、まあ結構ねギリギリではあったんですけど、まあとりあえず一安心をしてますね。まあただ僕に関しては運が良かっただけかなと思ってて、まあそもそも木の実 S 持って日の嵐ゲットできなかったよとか、日の嵐自体があまり出なかったって方もまあいるかなとは思うんですよね。スヤスヤ出すの結構難しいと思いますし、まあスヤスヤ以外でも一応ピックアップと、他の睡眠タイプのポケモンから登場はするんですけど、まあロコンが出るとかね、ガーディが出るとかっていうのもあったと思うので、まあ木の実 S 持った日の嵐全員が全員捕まえれたわけでもないのかなって思うんですよね。で、過去にピックアップされていた、まあロコン、日の嵐、チコリータに関しては、まあ厳選妥協ラインっていう動画を出していて、まあいわゆる妥協ラインとして、木の実 S プラス無補正以上の子がいいですよってお話はしてるんですけど、まあ、やっぱり無課金で、そのガチすぎない考えの方とかも、まあ結構多いかなと思うので、全員に対して木の実 S ないだけでダメですよっていうのは、まあ、ちょっと厳しいのかなって個人的に思いまして、まあ、他にいい構成はないのかっていうところで、まあ、今回の動画に至っています。なので今回の動画では木の実 S なしでも、個人的に採用育成してもいいと思える構成を紹介していければなと思います。というところで今回はこんな感じでお話ししていくので、気になるところだけでも見ていってもらえればなと思います。でまず本題に入る前に大前提というところで、今回の話に関しては、木の実得意のポケモンが対象になります。で今回はポケモン単体性能として紹介する面が多くて、まあ、なんでかというと、もう一本動画を出す予定をしていて、まあ、今回の動画と、まあ、そちらの動画セットみたいな感じで、見てもらえればなと思っています。まあ、一本にしようかなと思ったんですけど、ちょっと長すぎるかなと思ったので、分けて投稿しようかなと思うので、まあ、近日中に投稿予定になってます。それともう一つ残酷な真実ではあるんですけど、木の実 S 持ってる子には基本的に勝てない構成ばかりになります。まあちょっとね、木の実 S っていうスキルが、まあ、あまりにも強いっていう証明にもなるんですけど、まあどうしてもこれを持った子には、まあエナジー的にも役割的にも基本的には勝てないので、まあ、そこだけご注意ください。まあとはいえ、木の実 S 持ってないだけで、はい、絶対ダメですっていう風に、まあ僕も考えがちなんですけど、まあスキル性格の構成によっては、まあこういう構成もありなんじゃないかなっていうお話をできればなと思ってます。実際厳選しすぎてゲームの進行が、まあ、遅れすぎるだったりとか、まあ、育成できるポケモンがいなくて、この前のミニアメブーストの時みたいにちょっと誰にアメあげればいいのみたいになっちゃうと結構もったいないかなと思うし、まあ、ゲーム自体楽しむのが難しくなっちゃうので、まあ、厳選ハードルね下げるに越したことはないのかなというところですね。僕も無課金でプレイしている割にゲームに対する考えは、まあ、どちらかというと、まあ、ガチ勢寄りの考えをしてしまいがちなので、まあ以前厳選基準を高くしすぎて沼ってた時期があったりするので、皆さんも厳選ハードルは、まあ、なるべく下げといた方がいいんじゃないかなとは思いますね。まあ自分の納得できる範囲でですけど。ではおすすめ構成一つ目紹介していきます。一つ目がお手スピ特化型ですね。まあ一番シンプルで一番おすすめができる、構成になってます。レベル50のライチュウで計算していますが、爆風とか、トドゼルガとか、まあ、他の木の実タイプに関しても、基本的には、まあ、同じ並び順になるので、ライチュウを代表して、計算しています。木の実 S 無補正で1日に稼ぐエナジーが、まあ、だいたい15,728ぐらいなんですけど、オテスピ M、オテスピ S、正確でオテスピが上がってる、まあ、いわゆる最速の子に関しては、稼ぐエナジーが16,375というところなので、木の実 S 無補正よりも、まあ、強くなるんですよね。まあ、どうしてもね、木の実 S
SNS だけに囚われがちなんですけど、まあ、最速の子は十分育成していいっていうことが、まあ、ここで分かっていただけるかなと思います。まあ、ただし、木の実 S 持った子に、お手スピがちょっとでもあると、エナジー的に負けてしまうので、まあ、そこだけ注意っていう形になってます。緑色にした部分は、まあ、お手スピ M プラス、まあ、お手スピ S か、正確でお手スピ上がってるかっていう子になるんですけど、まあ、どうしても、木の実 S 無補正には勝てないんですけど、まあ、そんなに差分は大きくないかなと個人的には思うので、まあ、このぐらいでも、まあ、全然育成しちゃって個人的にはいいんじゃないかなと思います。で、例を出すと、まあ、僕が持ってるデルビルなんですけど、お手スピ S、お手スピ M、正確でお手スピが上がってるので、まあ、さっきの最速の子になるんですよ。で、この子は木の実 S 持ってないんですけど、エナジー的に十分活躍してくれるっていうのと、厳選続けてもいいんですけど、木の実 S 来るまでね。いつ来るかわかんないし、まあそれよりは、良さげな子を捕まえれてない、まあ他のポケモンを厳選した方がいいよね、みたいな話になるので、まあこういう子を、まあ日の嵐であろうが、デルビルであろうが、木の実タイプのポケモンで持ってる方は、それで厳選終了して育成しちゃっていいんじゃないかなと個人的には思ってます。どうしても1体のポケモンの厳選に沼りすぎると、まあ、育成もね、幅も狭くなっちゃうかなと思うんで。で、おすすめ構成には、食材特化型 AA 以上の、まあ、一部のポケモンのみという形になってます。ここから、まあ、若干賛否両論とか生まれてくると思うんですけど、木の実得意のポケモンっていうのは、木の実でエナジーを稼ぐのが役割になってくるので、まあ、食材確率っていうのは、まあ、なるべく低い方がエナジー的にはいいんですよね。なので、まあ、木の実 S 持ってるのに食材確率上がってて嫌だなって言ってる方が多いのは、まあ、これが原因になってます。まあ、ただ、一部のポケモンに関してはありかなと思うので、まあ、これは賛否両論あるとは思いつつも一つの選択肢として紹介できればなと思ってます。で、対象のポケモンとしてはライチュウ、メガニウム、ジュペッタ、トドゼルガの4体かなと思ってて、まあ、それぞれリンゴ、カカオ、オイルを持ってくるポケモンになってます。で、この3つの食材っていうのは、まあ、食材タイプでも集めにくかったりとか、まあ、該当するポケモンはいるけど、まあ、捕まえにくい、まあ、そんな食材を第一食材として持ってるポケモンが、まあ、こちらの4体になってます。それぞれの食材に対して、食材のポケモン並べるとこんな感じになってて、パッと見捕まえるのが難しい、もしくは、まあ、そもそも捕まえてないよってポケモンが、まあ、ほとんどかなって思うんですよね。まあ、みんな、まあ、より多く持ってるのはもうカメックスぐらいかな。で、リンゴライチュウに関しては結構ありかなと思ってて、まあ、そもそもリンゴを第一食材に持つ食材ポケモンっていないんですよね。その割に、強めの料理、まあ、瞑想スイートサラダとかお茶会コーンスコーンとか悪魔のキスフルーツオレとかで結構大量にリンゴが必要になる場面が多いんですよ。で、お茶会コーンスコーンは、まあ、無課金の人あんまり作らないと思うんですけど、瞑想スイートサラダ、悪魔のキスフルーツオレあたりはある程度進行した人からすると作りたいと思う料理だと思うんですけど、まあ、リンゴが足りなくなりがちなので、まあ、リンゴのポケモン欲しいなと思った時に、まあ、アブソル、デリバード、カイロス、みんな16ポイントなので、捕まえるの難しいし、厳選も難しいなっていう時に、リンゴリンゴで食材確率が上がってるライチュウはありなんじゃないかなっていうお話になります。で、同じように、カカオを第一食材に持つポケモンっていうのは、現状アブソルのみで、アブソルも、まあ、16ポイントなので、まあ、捕まえにくいんですよね。カカオを集めるってなった時に、AB 型のカメックスを使うのが、まあ、主流だと思うんですけど、まあ、どうしても AB 型っていうのは、食材がばらけてしまうので、大量に集めるのが難しいんですよね。そうなった時に、カカオカカオで食材確率上がってるメガニウムがいれば結構カカオを持ってきてくれるって形になるので、おすすめはできるんじゃないかなというところ。まあ、ただし、この後触れるんですけど、まあ、1体目として育成するかっていうとちょっと微妙な話になってくるので、まあ、食材特化でカカオカカオのチコリータを捕まえたら、キープしておくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、現状、カカオそこまで大量に必要になるような料理ってあんまりないかなと思うので、まあ、そこが救いかなというところですね。で、最後のオイルに関しても、一応メタモンとドクロックいるんですけど、まあ、メタモンは同じく16ポイント属で、まあ、無進化で捕まえにくい、使いにくいっていうのと、まあ、ドクロックはそれなりに使えるとは思うんですけど、まあ、どうしても厳選優先度を考えた時に、まあ、そんなに上位に来るポケモンではないっていうのと、まあ、お手スピが遅かったりするので、オイルで食材確率が上がってるジュペッタとかトドゼルガがいると、まあ、その子らで頑張ってもらうっていうのもありなんじゃないかなって思う感じですね。で、それなりにおすすめはしたんですけど、まあ、現実的におすすめできるのは食材特化ライチュウのみにはなってしまうかなというところ。まあ、どうしてもポケスリは育成結構難しいゲームになるので、同じポケモンを2体以上育成するハードルが高いんですよね。で、かなり強い、まあ、メガニウム、トドゼルガの1体目として食材特化として育成するっ
ていうのは、まあ口が裂けてもおすすめはできない。一応ね、あの選択肢として今回紹介はしましたけど、1体目としてはやはり木の実 S 持った S 級のポケモンとして育成してあげる方がまあいいのかなとは思うんですけど、まあ、そこまでやってると、まあ、やる気がなくなっちゃうみたいな方も多いかなと思ったので、まあ、そういう人に向けてありなんじゃないかなってお話になってます。で、ライチョウに関しては、結構ね、あの飴が集まりやすかったりするので、2体目として食材特化ライチュウっていうのは、まあ、万人におすすめできるんじゃないかなと思ってるし、まあ、僕もピチューを今後捕まえていって、AA の食材確率が上がったピチュー来たら、まあ、育成したいなって思ってますね。具体的にライチュウがどれだけリンゴを持ってくるかっていうのを計算してきた結果がこちらになってます。まあ、AB 型っていうのを考慮しても、まあ、アブソルとかデリバードとかの方が、まあ、どうしてもリンゴを多く持ってくるっていうのは事実になってます。まあ、ただ、どうしても厳選が厳しいっていうのと、食材確率アップ M だけ持ってて、強めのヒーラーがありの場合、ライチュウ1日で28回ぐらい食材を持ってきてくれるので、まあ、だいたいリンゴ個数にすると42個ぐらい持ってきてくれるんですよね。まあ、そうすると瞑想スイートサラダ2食分作れるリンゴを木の実ポケモンなのに、まあ、集めてこれるというところなので、十分いいんじゃないかなと思ってます。で、最後がおすすめ構成3というところで、スキルで稼ぐタイプですね。エナジーチャージを持ったポケモンが、まあ、ここに該当する形になっています。ライチュウとバクフンでそれぞれ計算をしてきました。ライチュウはエナチャ S の固定。バクフンはエナチャ S のランダムになってて、まあ、ランダムの方がまあ若干強いって感じになってます。で、スキルに関しては、木の実と違ってカビゴンの好みを無視してエナジーが稼げるので、まあ、いろんなフィールドで活躍しやすいっていう、メリットはあるんですけど、まあ、どうしてもポケモンのレベルが上がると、まあ、木の実の基礎エナジーが高くなって、総合エナジーにおける、まあ、木の実エナジーの割合っていうのがめちゃめちゃ高くなって、スキルで稼ぐエナジー大したことないよねみたいになりがちなんですよね。なので、インフレに弱いというところで、まあ、若干おすすめはしにくいかなというところ。で、エナチャ M の電流とかエイフィンに関しても、この前スキル7が解放されたと思いますけど、まあスキル7にしたらめっちゃ強いってなってるとは思うんですけど、まあどうしてもスキルの上限ってまあ増えていくと思うんですけど、増えていくたびに金種使わなきゃいけなくなるので、無課金としては、やっぱりあの、インフレに弱いスキル系で特化させるっていうのは、まあ微妙にはなるんですよね。まあ木の実とかお手スピだと、まあ、レベルが上がっていくと、その強くなる恩恵を受けれるんですけど、スキルはその恩恵を受けにくいので、まあ今後をね、考えると微妙ではあるんですけど、まあ、ただ現時点だと、まあ、クーンの場合で、スキルレベル M とスキル確率 M、正確でスキル上がってると、木の実 S 無補正のバックフーンよりもエナジーを稼ぐことができるので、まあ妥協ラインとして、まあ選択肢ありなんじゃないかなっていう感じですね。最後まとめというところで、まあ、お手スピ特化型、食材特化型、スキル特化型の3つを紹介してきたんですけど、自信を持っておすすめできるのはお手スピ特化型のみになってます。プラスで、まあ、食材特化のライチュウかなって感じですかね。まあ、基本的には木の実 S だけ狙った方が、まあ、確率的にも楽だと思うんですけど、まあ、今回紹介したような、構成に関しても活躍できるかなと思うので、ガチすぎないプレイスタイルをしてる方であれば、まあ、選択肢に入れていただいていいんじゃないかなと思います。で、今回あえてお手伝いボーナスっていうめちゃ強いスキルに触れなかったんですけど、まあ、これが、次の動画でテーマにしようかなと思ってるものになるので、まあ、よければ近日中にあげようと思ってるので、そちらも見てください。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。